ようこそ、鉄珍工房へお越しくださいました。今回は、番外編として、しょっぱくない、自家製炭酸水の作り方をご紹介します。多くの YouTuber の方が、重曹とクエン酸を混ぜて炭酸水を作られていますが、クエン酸とリナトリウムの影響で、しょっぱくて、全然美味しくないんですよね、これが。中身は、こちらのように、炭酸ガスボンベを購入して、本格的な炭酸水を作られている方もいますが、ちょっとお高いので、手を出す勇気がありません。なので、100均の安い重曹とクエン酸を混ぜ合わせ、発生した炭酸ガスだけを取り出して、それを水に溶け込ませてしょっぱくない炭酸水を作ります。100均の重曹やクエン酸は、主にお掃除用なので、体に取り込んでも大丈夫なのか心配ですが、鉄珍の持論を説明します。まずは、重曹の製造方法ですが、化成ソーダ溶液に炭酸ガスを吹き込んで、反応させて、結晶として析出させているようです。次に、クエン酸ですが、お芋などのデンプンを、麹菌で、発酵させて、蒸留、蒸発させて作っているようです。工業用と、食用の違いは、純度の違いで、ヒ素や重金属などの有害物質濃度を測定し、食品衛生法に基づいて、厳しい基準をクリアしたものが食品として認められ、それ以外は工業用となります。クエン酸や重曹の製造方法を見る限り、できた製品自体は同じものであり、問題となるのは、異物混入レベルによって、工業用と食用に分けていると思います。製造機器の洗浄レベル、製品ろ過レベル、パッケージ資材の洗浄レベル、袋詰め作業場空気のパーティクルレベル、工程検査体制などなど、一定の条件を満たしたものが、食用として高い値段で販売され、それ以外は工業用として安く大量に販売されるのだと思います。100均のクエン酸や重曹は工業用なので、多少の異物は許容されているはずです。想定されるのは、機械修道部の金属粉、作業者の頭髪や作業服の糸くず、砂塵や小さな虫などが考えられますが、発見するのは高額宝くじに当たるレベルの確率だと思います。これらは、鉄珍が経験から基づいた個人的な考えですので、自己責任で実施しています。もしも、実践される方でご心配な方は、これらのような食品用を使用することをお勧めします。前置きが少し長くなりましたが、使用する小道具として、計量スプーン、ロート代わりの適当な紙、6リットルくらいのビニール袋、その袋を縛る、ナイロン紐。そして、これが重要なアイテム、加圧ポンプです。これはホームセンターで、300円程度で購入した記憶があります。100均でも販売されていますが、正直使い物になりません。このポンプも、筒の中の空気が邪魔をして、しっかりと加圧できないので、筒の中に詰め物をしています。あとは、1リットルの炭酸用ペットボトルと、350ml の、普通のペットボトル。さあ、始めましょう。まず、キンキンに冷やした1リットルの水。これを、小さいペットボトルに 150ml ほど移します。残った 850ml は、ペットボトルを潰して、余分な空気を抜いておきます。ロート代わりの紙切れに、重曹を量り取ります。小さじ、5cc 1杯で、約、6g。これを2杯で、約、12g を、小さいペットボトルに入れます。次に、クエン酸。同様に、小さじ2杯分を量り取ります。1杯 5g で、合計 10g を準備。さあ、ここがポイント。炭酸ガスを補充する、ビニール袋の口を握り、袋の中の、残った空気を、人間ポンプで吸引します。布団圧縮袋のようになりました。さあ、クエン酸を投入して、炭酸ガスを補充します。ペットボトルを潰して、余分な空気を抜いてから補充します。水の量を多くすれば、空気は少ないですが、上からお漏らしすることがあるので、後始末が大変です。また、炭酸ガスは水に溶け込みやすいので、水が多いと、補充するガス量が減っちゃいます。水がちぶたくなってきました。
お湯で温めて、さらに炭酸ガスを追い出します。透明になって、泡が出なくなったら終了。ペットボトルを潰して、最後までガスを絞り取ります。反応が終わった水は、入浴剤として使います。ナトリウム温泉で、お肌が滑らかになりますよ。補修した炭酸ガスです。約、3リットルくらいあるでしょうか？さあ、このガスを、850cc の水にぶち込みます。ガスを逃がさないように、密着させながら、ポンプの上からかぶせ、首元を紐できつく縛ります。表現が恐ろしくてすみません。このままポンピングしてもいいですが、最初はじゃんじゃん溶け込むので、キャップを開けてガスを入れます。入りました。キャップを閉めて、フリフリします。見ててください。あっという間に溶け込んで、ぺったんこになりますよ。ほらね。これを何度も繰り返し、へこむ量が少なくなったら、蒸圧で溶け込むのはほぼ限界です。今は微炭酸状態だと思います。残りのガスを、ポンピングで押し込んで、強い炭酸にしていきます。結構しんどいです。汗が出ます。あとちょっと。これ以上やると、袋が挟まって破れるので、この辺でやめます。さあ、解放して、飲んでみましょう。おお、いい感じです。汗かいた後の一杯。一気飲みします。さあどうだ、出るのか？出ないのか？どうだ？出るか？どうだ？出ましたしゃっくり、小さいけど聞こえた？強い炭酸の証明です。残りの炭酸水は、小瓶に入れて保管します。ペットボトルのままだと、気が抜けちゃうので、小瓶に入れて1本ずつ、晩酌のお供として使い切ります。かれこれこの方法で、20リットルほど飲んでますが、体調に変化はないので、多分大丈夫かと。最後に、コスト計算してみました。850ml の炭酸水を作るのに、8.2 円。1リットル換算では、9.7 円でできることになります。労力を惜しまなければ、随分お安いですね。最後までご覧いただきありがとうございました。絶賃工房へ、また来てね。